悪魔のような女にぶち壊されるとは。シスターを殴って退学になったんだ。いい加減にしろよ。手を出す覚悟はあるのか。もう少しうまくやんないと疲れちゃうよ。関わりを恐れたら友達は作れないだろ。関係なくないよ。世の中不公平だよ。他人の心にずかずか入り込むな。逃げたのはあいつ自身なんだから。悪魔とラブソング、Hulu にて独占配信。